レア・サロンガは、フィリピン出身の歌手、女優である。ミュージカル、ミス・サイゴン世界初演のウエスト・エンド版、続く、ブロードウェイ版のヒロイン、キム役のオリジナルキャストとして知られる。ディズニーのアニメーション映画、アラジニア、ムーランで、二人のディズニープリンセスの歌声を担当した。また、隣のトトロの英語版でサツキとメイの母親の声を、担当した。 1978年に7歳でフィリピンの舞台王様と私でデビュー。10歳でファーストアルバムスモールボイスをレコーディングしゴールドディスクになった。1989年に17歳でウエストエンド版ミュージカルミス・サイゴンの初代キム役に抜擢された。ブロードウェイ版ミス・サイゴンでもキム役で主演しフィリピン人として初めてトニー賞を受賞した。 また、キム役では、喫水のフィリピン人として初めて、ローレンス・オリビエ賞、ドラマ・デスク・アワード、アウター・クリティックス・サークル賞、シアター・ワールド賞のミュージカル優秀女優賞を受賞した。1992年に、ディズニーのアニメーション映画、アラジンのジャスミン・姫の歌声を担当。アラジンの直後には、ジュリー・リュース、ベンキングズレイとハリウッド・ボール・オーケストラによる、 王様と私の新版レコーディングでタプチム役として吹き込みをした。1992年に1月からアジア人として初めてブロードウェイミュージカルレミゼラブルのエポニーヌ役を演じた。1998年にディズニーのアニメーション映画ムーランのファ・ムーランの歌声を担当。2007年よりアジア人として初めてブロードウェイ版。 レミゼラブルのファンティーヌ役を務めた。また、レミゼラブル10周年記念コンサート及び25周年記念コンサートでは、それぞれエポニーヌ役、ファンティーヌ役として登場した。2011年、ディズニーランドより、ディズニーレジェンドの称号を授与された。2013年6月に来日し、東京と大阪で開催されたミュージカルコンサート、 4スターズ s 1ワールドオブブロードウェイミュージカルズでラミンカリムルーシエラ・ボーゲスシロタ・ユーラと共演した。2014年はイル・ディー・ボーのワールドツアーエイムシカル・アフェアにスペシャルゲストとして参加した。2月から3月にかけて開催された同ツアーの来日公演にも同行している。2015年11月よりニューヨーク・ブロードウェイにてジョージ・タ・ケイが第二次世界大戦中に 日系アメリカ人収容キャンプで過ごした体験をもとに作られたミュージカル、アリージャンスに出演している。またサロンガは30年ものキャリアの間で5人のフィリピンの大統領と3人のアメリカ大統領、ウェールズコーヒー、ダイアナ、エリザベス2世のために歌を披露した経験を持つ。レアサロンガ、ブロードウェイシアタークレジッツ、フォトス、フーズフー、プラビルボルト、プラビル、インク、 2014年8月27日閲覧。イレアサロンがインタビュー。トーキング・アバウト・ミュージック。アジアン・アメリカン・アーティストリー。2014年8月27日閲覧。レアサロンがバイオグラフィー IM D b ・ IMDB ・ IMDB.com。2014年8月24日閲覧。イレアサロンがインタビュー。アジアン・アメリカン・アーティストリー。2015年2月12日。 閲覧。レアサロンガラミンカリムルシロタユーシエラ・ボーゲスが共演プレミアムショー。4スターズが開幕。シアターガイド。2014年8月24日閲覧。アリージャンス、スターリング・ジョージ・タケイ、レアサロンガテリーリアンセット2オープンオン・ブロードウェイ。thatermania.com インク、2015年11月9日閲覧。レアサロンガートニール S、ブレイズデルコンセールホール。ハンルナオインク、2014年8月27日、閲覧。ありがとうございます。